と言っていながらですよ、本田さん、まだ二輪のあのエイダスをしっかりやってないじゃないかみたいな。あの こんばんは、 MSTV ニュースの時間です。まずは二輪の話題から。11月7日ホンダはエイクマ2023で CBR1000RRR ファイヤーブレード、 CBR1000RRR ファイヤーブレード SP を発表しました。カウル各部やグラフィックデザインを刷新し、ウィングレット形状やミッドカウル、アンダーカウル、燃料タンクなどの形状を見直し、空力特性やトラクション性能をアップしています。水冷4ストローク並列4気筒 DOHC4 バルブの 999cc のエンジンを搭載しており、現行モデルと同じ最高出力 217.5 馬力、最大トルク 113Nm です。ただし圧縮比が 13.4 から 13.6 に上がっています。その他にも様々な箇所が刷新されています。次に四輪の話題です。ホンダは11月17日新たな安全運転支援システム、ホンダセンシング360プラスを発表しました。フロント各コーナーの計5台のミリ波レーダーを使っていたホンダセンシング360を進化させ、新たにドライバーモニタリングカメラと高精度地図を採用することで、ドライバーの状態確認や車両の制御機能が向上し、ドライバーの運転負荷を軽減させるとのことです。ハンズオフ機能付き高度車線内運転支援機能やカーブ路外逸脱早期警報、ドライバー異常時対応システムなど、さまざまな安心安全のための機能が備わっています。ホンダセンシング360プラスは2024年に中国でアコードから適用を開始するとのことです。最後はモータースポーツの話題です。11月16日から19日に愛知県と岐阜県で開催された世界ラリー選手権 WRC の最終戦ラリージャパンで、トヨタガズーレーシングのエバンス選手が優勝しました。また2位にオジエ選手、3位にロバンペラ選手が入り、トヨタが表彰台を独占しました。最終戦を前にトヨタはマニファクチャラーズ、ドライバーズ、コドライバーズの各タイトル獲得が決まっており、3年連続の全冠制覇を達成しました。地元出身のトヨタ勝田選手は5位でのフィニッシュとなりました。なおラリージャパン公式 SNS によると、有料観覧席、イベント会場、沿道応援のトータルで4日間53万6800人が訪れたとのことです。以上 MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です、今日もですね、はい、まずはトリプル R って言っちゃいけないんだな、 RRR ですよ、はい、もうね、真っ先にもちろん見たいのはこのカール形状ですよね、はい、あの以前のこのウィングレットっていう部分ね、はい、を分かってる、どういうのか。あんまり見てないね、見てなかったね以前はね、こうウィング、本当にウィングというよりはこのカウル内に羽をちょっと仕込んだっていうので、随分大人しめだったんだけど、やっと本田さんもなんかこう派手に、おお、あの前からの写真あったじゃないですか、うんうん、はいはい、あれとかだと余計分かりやすい。これ前からの写真なのかな、あの運転してるやつあるじゃないですか、うんうん、あれとかだとすごいこうグッと見えるというか、そうだね、ね、
そうこのカラーもあったよね。あ、そうですね。これは SP 限定のカラーなんですけれども、うん、300台限定のカーボン、はい、カーボンの限定でね、限定カーボン、うん、カーボンっつっても本当にカーボンなのかな。でも、SP だからブレンボと、はい、今サスペンションのシステムを変えてるバージョンに、はいはい、カーボン、なんていうのこれ、うん、カーボンエディション、カーボンエディション、カーボンエディションです、マットパールモリオンブラック塗装をしておりますということですね、うん、はい、で、カーボン素材が使われているため、うん、エアボックスカバーに記念のプレートを装着しており、うん、重量が、車両重量が1キロ減ということで、まあ、やっぱり今軽い、そうだね、早いということでやっぱり気になる方、どこまで全部カーボンなのか分かんないけど、一応ブラック塗装というので、はい、カールカーボンになってるのかどうかだよね。そう、一部カーボンでも1キロカールをやって1キロ軽減っていうのはあるかもしれないからね、はい、という仕様が出ておりました。はい、他にもなんかいろいろとってなってるけれど、はい、エンジン出力自体は変わらず、218か 217.5 ってなってるけど、はい、圧縮比はちゃんと上げられてるんだもんね。圧縮比が 13.4 から 13.6 に上がってるっていうことなので、うん、今時レースレギュレーションでどうしてももう一歩勝てないなと思うと、うん、実質販売時の馬力を上げなくても、例えばマフラーとか全部変えた時にやっぱり圧縮上がってる方が馬力上げやすいんですよ、後々。あ、なるほど。そういった意味ではやっぱりレースで勝つ勝てないとかね、鈴鹿8体で勝つ勝てないとかっていう基本設計の見直しをすると、そうやってね、まあ、ちょっと次出した時に圧縮上げとこうかなとかね。もうこうやって見るとね、本当レーサーというかね、8体走ってるマシンも今こうやっていうマシンから出来上がってきてるんでね、うん、魅力的だなとは思いますよ。お、はい、というのをねちょっと言ってもらいました、はい、そして、はい、もう一つ私も興味をすごく示していたのがホンダセンシング360、はい、これね、ホンダセンシング360は、うん、今までもね、うん、あって、うん、言葉だけは聞いたことあるなっていう感じでした、はい、これね、いろいろとこう資料をね、ホンダさんの資料をいっぱいこうやって引き出してきて見ると、はい、結構ね難しい。ホンダセンシング360にプラスがついてるんだよね、はい、多分今一般のホンダセンシングっていうのがくっついてるのは、まあ、ADAS っていう自動安全運転支援システムで、まあ、追従機能があったりブレーキを軽減してくれたりだけど、360ってつくとこの全部カメラがそうですね、こんなに全部つくっていう360度っていう意味の360でしょ、はい、でもちろんこうなると高いわけじゃない、はいはい、カメラいっぱいつけなきゃいけないから、うん、だから普通のホンダセンシングは例えば軽自動車にもついてるし、ね、だけどここまで来ると結構いい車につけられなきゃいけないんだけど、このホンダセンシング360にプラスって、はい、プラスこれプラス、一体じゃあ一体何がプラスされたのよっていうと、はい、まず真城さんが気にしていた人間がそうですね、倒れちゃった時、そうですね、中の運転手が何かあった時、うんうん、はい、に例えば中 の、 人間を見てるものが、うん、まあ、すごい判断力をしてるって言って、人間なんかドライバーモニタリングカメラが搭載が始まって、うん、この人間がさ、ここにちょっと今、はい、あ、真城さん見えるよ、あ、人間がなんかダウンしてる感じ、ハートが異常な感じ、はい、っていうのを見て、はい、止まってくれる、はい、止まると警告音を鳴らしながら徐々にこう止まっていくというか、ね、まあ、下手したらドライバーを起こすっていうね。そうですね、ね、ちょっと先々週あたりに日産のプロパイロット 2.0 っていうのを乗ったんだけど、はい、すごくね、今この360プラスっていうのはプロパイロット 2.0 に、まあ、同じような機能を随分満載してこないと360だけではいけなかったのかなと、当然なんだろうな、車線じゃない、コーナー手前で、はい、GPS の精度もかなり良くないとダメなんですけど、アンテナ、 GPS アンテナが2つあって、もう自社の位置を確実にするとコーナー手前っていうのが分かるとだいたい車速を落としてくれる、うん、なるほど、これも、まあ、そうですね、減速、うん、促す警告を行って、はい、もう即座に減速引くの場合はもうシステムがもう減速をしちゃう、そうですね、そういう風にしないといけない、うん、あとこれもそうじゃないかな、全方位見ていて、はい、前に遅い車がいたらドライバーに追い越しませんかっていう、すごいよね、追い越しませんかっていう促しをしてくれると、ね、ウインカー操作ではないんですよ、
追い越しませんか OK っていうスイッチを押す、まあ、これハンドルに多分 ね、 そう承認スイッチでウインカーを出すわけじゃないんで、ウインカーを出すのはね車の方が正確にウインカー出すっていうことよ。ね、人間が出すのは、追い越しませんか追い越さないかの判断。そう言った時に後ろからタオトイバーが速い車がピューって来てたらウインカー出すと危ないわけじゃない。なるほどなるほど。だからそれも見てるから追い越しませんか追い越しますよってパチッて押すと後ろに来てないかどうかを見ながらウインカーを自分で出す。出してでしかもその後ステアリング操作とか加減速もやって、うん、追い越しとか車線変更をしたら元に戻りませんかっていう話をするみたいな。すごいですよね。もうこれ日産プロパイロットでも俺は経験をあの走ってきましたので、あこれらをやらないと、うん、ホンダセンシング360だけではいかんなと。でプラスしてそこに追いつかなきゃっていうのが、新たに今発表になった、だって360自体は昨年もう発表してるからね、うんうんうん、でさらに360プラスにして来年2024年にアコードにつけるんでしょ、はい、アコードから中国からですね。中国からだよね、はい、まあ、要は360度カメラも搭載してんだけどもっとここまで車にやらせないとっていうのが、はい、ホンダセンシング360プラスっていう形になって、はい、で実はホンダはその前にもうホンダセンシングエリート、ホンダセンシング、うん、ホンダセンシング360、ホンダセンシングエリートっていうのがあって、このエリート自体はですね今ここに写真はないけど、まあ、ここにね発表のこれ2021年の3月、もう2年ほど前になるけど、ね、レジェンドにホンダセンシングエリートっていうのがついていて、このエリートに関しては渋滞路ある規定を満たしていれば目をそらしていても、あ要はねナビをいじっていたり携帯いじっていたりしても大丈夫っていう自動運転の、うん、あの限定の自動運転に入るレベル3っていうのをもう実はレジェンドでやってる。レジェンドって豪華な車で、うんうんうん、今ねこのレジェンド1100万、おだあのね他のねメーカーよりは多分全然安いんですよ高級車にしてはね。なるほど。だけどこのレジェンドでもうホンダエリートっていう要はもっとカメラを積んだりとかしなきゃいけなくて、人間が何をしてるのか、それか倒れてんのか寝ちゃってんのか何なのかっていうのを発見しなきゃいけないとかもやりながら、実はこのエリートっていうシステムがあるんだけど、多分搭載するのが高いからとりあえず360だけど、360じゃあ今日産プロパイロットとかもやっちゃってるなと思うと360プラスにして、まあアコードぐらいの車両には積みましょうよという形になって、やっとなんだろうな、やることはだからみんなできるんだけど、あのセンサー類とか高くなるんでなかなか安い車両に積めない な、 ない。でも俺が思うのは、はい、ステップワゴンに、おステップワゴンに積んでくれよっていうね。なんでですか。いやいや、みんながいっぱい乗るからさ。あレジェンドだっていやそんないっぱい乗らないもんみんな。確かに広く一般に使われてるやつが安全になっていく方がいいですよね。そうそうそう、レジェンド乗ってる人そんな事故起こさないよ。まあ相当年取ってる人乗るかもしれないけど、やっぱりもっと安い車で一番いろんな人が、それこそ若い方、お母さんとか若い子も乗るホンダステップワゴンに、そか週末ドライバーとか、そう360プラス、はい、あの果てはホンダセンシングエリートを積んで、まあそうすると必ずみんな漫画とか読み始めちゃうけどね、ゲームしちゃうとかね。いやそれも良くないかもしれない。どうなんでしょうね。だけどいや安心があるのはでもいいと思いますよ、うん、本当そのなんだろう、ドライバーの事故とかあった、うん、ドライバーの体調急変での事故とかたまにやっぱ起きてたりとかするってなると、そう ね、 今ね、異常時対応システムがあると、うん、だから日産プロパイロット乗った時もあのね、まあ、目離しちゃいけないけど自動運転なわけよこうやって、はいはい、でたまにこうやってね撮影のためにこう目離してるわけじゃないんだけど、話をこう途中でしてるとね、もうピー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 ってすげえ、あの音でこっちがびっくりするぐらい、あなんかもうすごい音で起こすというかね、これ寝ちゃってる人を起こすためのか、横向いてるからもしかしたらちゃんと見れてないんじゃないか、うん、ドキリするぐらい、おおうるさいみたいなね。なんか消さなきゃ消さなきゃって言ってステアリングこういじってみたりいろいろしてちゃんと運転してますよって見せると やむんだけど、すごい鳴らすとかね、そういう結局、うん、結局ドライバーのミスとか、うん、なんでねやっぱ事故起こしてんのってね。そうですね。で今時その自動運転のシステムってかなり正確で、それでも何かあるといけないんで必ずドライバーの責任ですよって、 まだなってんでね、うんうんうん、自動運転っていう形ではないんだけど、ね、だけど相当事故は減るっていうところで、うん、
あとねプラスやっぱりねホンダの書き方で良かったのは二輪検知機能を持たせる。おお、なるほど。これって別に歩行者とか別の車とかって検知みんなしてるんだけど、うんうん、二輪車を特有に二輪車ですよって検知みんなしてるけど、それを検知して二輪も四輪も事故をゼロにしましょうっていう、四輪には二輪を見る機能があるとかね、いうふうにやっていくっていうのをこうなんていうのかな、つけて二輪も四輪もだから共存して、共存して2人どのドライバー、うん、どういうドライバーだろうかライダーだろうが安全に運転できるよっていうことですよね。2050年にはあのホンダ車関係で死亡事故ゼロに持っていくっていうあの形、2030年には半分に持っていく、2050年にはゼロに持っていくと言って言いながらでしょ、本田さん、まだ二輪のあのエイダスをしっかりやってないじゃないかみたいな、あの出してないっていうだけなんだけどまだ出してないんですよ実は二輪。そこをね、そこあれだよ、あの他のメーカーの皆さんバンバンやってきてますからね。昨日は BMW の、エイダスで、いやあのブレーキまでしっかりかけてましたからね、あの衝突軽減防止でね。だけどまだねホンダさんはそのなんだろうな、二輪にそこを、うん、NT とかそういうのでねやっていくしかないけど、もっともっとやっぱり二輪も進化させないといかんなと思うし、どんどんまあ、まあそうね、ヤマハさんがかなり前に行こうとしてるけど、やっぱりホンダはそこは抑えなきゃいかんな、まあ、バイクでトップを走るというイメージ、ね、そう四輪でこのシステムをやってますからねすでにね。だけど二輪につけんのは難しいですよね。まずこんだけのカメラをつけるとかっていう意味もね、なかなか場所どこにとか、そうそうそう、カメラ、ね、いっぱいつけられないし、あとはね、難しいのはあのカメラ、フロントセンサーカメラあるでしょ、うんうん、レーダーはミリ波レーダーで、うんうん、あの別にねバンパンのところについてるけど、カメラってウィンドウのところにあって必ずワイパーが動くんで、あのワイパーでゴミを消すっていうのがあるけど、二輪ってカメラつけてても大体汚れっぱなしになってくるんで自分で拭きに行かなきゃいけないっていう、ね、確かに。それはステレオカメラがないとなかなか遠近感とかも見られないし、色を見るとかっていうのもなかなかできないし、本当は今信号機も見られるからね、赤と青どっちなのっていうのを見られる、ただそれの判断はしてるけど一応ドライバー任せっていう、あのそれ青だから行っていいっていう指令は今まだ出さない。そうです、まだね、飛び出しとかあるかもしれない、ね、だけど一応もうカメラの色は見てる、信号の色は見てますからね。なるほど、そんな難しさの中頑張ってほしいなと、本田さんにも、はい、ホンダセンシング360プラスとか言ってないでエリートでねガンガン言ってほしいけど、値段だのよ値段、まあまあまあ、あのだってステップワゴンがさ600万とか700万したら買わないでしょっていう。そうですね、復旧がね、でもね、なっちゃうのをたくさんうまくやって安い機能で搭載できるようにして、日産のセレナが400万円台なのよ今、あのこの日産プロパイロットがついて400万円で、でもセレナ400万かってちょっと思っちゃうんだけど、あ、そうなんです、やっぱり300万円台、まあ、果ては200万円台の本当にステップワゴンとかにもつけばなと思うけど、難しいよね、300万円台のステップワゴンだったら俺は買うな。おお、じゃあだってすっげえ便利だもんこれ。じゃあやっぱり、ね、便利っていう制限で、これがやっぱどんどん値段を抑えていく、コストの部分を、じゃあ死亡事故を抑えるためだよね、うん、はい、最後の話題です、はい、最後は、はい、トヨタですね。トヨタガズーレーシングが WRC、うん、世界ラリー選手権で、優勝ということで表彰台独占。いやすごいね、あの全部どれがどれだか分かんないけど結局全部ヤリス、はいはい、GR ヤリスがもう表彰台独占ということで、はい、でもね寂しいのは全員外人ドライバーだったね。あ、まあそうですね、あの地元の、はい、地元勝田選手ですね、何が5位、5位なんだね。でも惜しいよね、1、2、3、5で4位がヒョンデが入ってきてるので、うん、そう、俺、はい、他のあのメーカー一体どうしちゃったのって言ったら、フォードとかプジョーとか、まあ、いろいろ出てるんだけど、はい、なんとその中で、ヒョンデが、ヒョンデ、はい、4位ヒョンデが夏、ね、頑張って、ね、もうフォードとかプジョーが絶対来るはずで絶対表彰台を独占してるのに対して今トヨタがね、うん、こうやって本気というかラリーに対して、まあ、ラリーに対してすごい力を入れてるから、メーカーとして力を入れてるから、はい、トヨタがこうやって独占までするけど、その中でヒョンデか次っていうね、はい、そうなんですよ、これはちょっと私もびっくりしましたけど、
この写真いいですね。あ、そうですね。これも日本ラリージャパンならではの写真だよね。はい、ね、すごいいいですよね、うん。この日本の風景の中で、そう。こうね、写真が。ね、この写真。これが2位のオジエ選手の。ね、いいんじゃない？これ、ね、触れ合いの館とかね。観光案内所。これもすごい絵面として。愛知県と岐阜県の、うんうん、山のところなので、うん、やっぱこういう、まあ、元日本らしい風景が撮れて、ね、でこういった形で沿道応援とかもすごい、はいはい、あの多かったみたいですしね、うんうん、53万6800万800人すごい、ね、4日間で、はい、すごい。モータースポーツをね本当に人々の生活の中にこう入れてね、やっぱり活力を、そうですね、地元の方もね、こんだけ盛り上がると、うん、はい、結構経済効果もあるでしょうし、はい、まあ、最後にもうこれだけ伝えてください。はい、もう読み大事です、これ大事です、もう、はい、はい、モータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造するモーターステーション TV です。はい、はい、ありがとうございました。本当にね皆さん頑張ってます、各メーカーも頑張ってます、はい、どれも応援したいと思ってます、はい、特に日本のメーカーは頑張ってくださいと、はい、あの我々のためにも日本のメーカー頑張って、はい、ヒョンデさんとかにね、はい、負けないように、はい、フォードにもプジョーにも負けないように、はい、応援します。ホンダ頑張れ、トヨタ頑張れと、はい、言っておきたいところでした。はい、はい、それでは今日はですね、CBR1000 RRR ファイアーブレード、うん、そしてファイアーブレード SP 発表のニュース、そして、ホンダセンシング360プラス発表のニュース、そして、世界ラリー選手権トヨタ優勝のニュースをチャレンジ女子アナ7期生の小川真代がご紹介させていただきました。皆さん今日はこの辺でさよなら、さよならまた締めが分かんなかったでしょ今え小さなバイキングマーシーがお見せしましたみたいな7つの海を渡ってきたぜ、ね、お疲れさんでした